やり込み。ブレードの帝王三度剣山。ゲーム中最強の、実は今回のやり込みの投稿者桂秀一くんは以前ゲームウェブ DVD ボリューム5でブレードのみで早解きで紹介。またボリューム8ではブレードのみでアリーナ制覇を成し遂げた、まさにブレードの帝王なのです。そして3度目となる今回はこのロストフィールドをブレードのみで制覇しようというやり込み。ちなみにロストフィールドとは全ステージクリア後に出現する隠しエリア。ゲーム中最高の難易度を誇る3つのミッションが存在。都合により名前を明かすことができないのだが、ステージごとに非常に強力な AC との戦闘を行わなければならない。そして今回使用する武器はなんと ELS2772 というゲーム中最弱のブレードのみ。まずは一つ目のミッション、ラブソング。戦闘システム起動。この敵は時期が視界に入ると三連射レーザーとリーチの長いブレードで攻撃してくるのですが、このように敵の死角となる側面や背面から近づき攻撃を仕掛け、敵を見事に翻弄している。そしてこの方法でなんと1回目で撃破。作戦終了、戦闘システム解除。続いて2つ目のミッション、アライブ。このミッションでは開始と同時にオーバードブーストで敵に近づき、このように切りまくる。そしてこのレーザーも安全地帯を見つけて見事回避、そして再び切りまくる。このブレードを当てるために研究され尽くしたパターンで難なくミッション2もクリア。そしていよいよロストフィールド最後のミッション、ドミニオンフェザー。さすが最後の敵だけありかなりの強敵、苦戦を強いられる。しかもこのように飛行形態に変形し飛び回るのでブレードで切るのは非常に厳しい。さらに人型の時にうまくブレードで切ったとしても一瞬の油断が命取りに。最弱ブレードゆえにこのようにかなり厳しい戦いが続く。そして死闘開始から50分が経過。長き戦いに終止符が。ついに勝利、見事最弱ブレードでロストフィールドを制覇。がしかしこれだけではなかった。なんと全てのブレードでこのロストフィールドをクリアしていたのだ。それにしても華麗なブレードさばき。そして見事全てのブレードでロストフィールド制覇。まさにブレードの帝王の名に恥じないやり込み、さすがです。